のカズさんワールドの清原島はドズルさんからね指令をいただきまして、カズさんワールドを一望できるレールをね作ってくださいというものでした。僕らね丸とかいろいろ作ってグネグネしてね、結構かっこいいのができたんですけども、今日もカズさんワールド遊んでいきたいと思います。どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。そしてはい、おつです。大原です。カズさんワールドのキヨキヨと撮る時だけテンションの低い大原です。イエーイ、よっしゃということで今日なんですけど、はい、大原パイセン、はい、僕らの村に何かが足りません。そう、何かわかりますか？平和平和でしょ。だいぶ平和だよこれだいぶ平和。まあね、僕思うんですよ、はい、まあ、ドズルさんだったりとか、あとはマグニーさんもそうだし、まあカズさんも置きやすい場所ありますけど、皆さんからメッセージをいただく際に僕らねその辺に置いていただけるじゃないですか、いつも。確かに、なるほどね。そう、掲示板が足りないんですよ。ないね、そういうは。やっぱね、なんて言うんだろう、どこに置いたらいいのか分かんないとさ、コミュニケーションしづらいじゃん。ここでいいのかな。そうだって俺らポスト投函するときにさ、え、ポストどこかなっつってさ、その辺にペッて置いとくわけにいかないわけですよ。この辺にって書いてあったら嫌だからそうそう、なので今日は2人で掲示板を作りたいと思います。よろしくお願いします。掲示板どこに作るかなんだよ。確かに。いや、俺思うに、はい、一番作りやすい場所はまあここだよね。ここら辺どうぞどうぞ。この辺も立地的にはかなりいいんだけど、どう、何を、アクセスが悪い。あー、確かに。うわ、そういうこと考え出した大原、ついに大原建設大原建設株式会社。だってポスト山頂にありますって言われたら行かないよそれはやだ、富士山のポストやだ、確かにえ、じゃあ1階ってこと。1階なのか、それか、例えばこことか、うん、あー、そこも悪くないね。ここさ、結構さ、ドズボンさんも近くだし、まあ、マグさんも多分、マグニーさんも来やすい。ただカズさんはあの橋の上からよく来るよね。どうなんだろう。確かに確かに。あー、でも難しいな。ここもなんか僕らさ、ちょっとさ、ここってさ、陰キャじゃない、陰キャまあ日当たりが悪いわね。日当たり悪いじゃん、わかる。なんでだろう、なんか日当たり悪いよねなんか真後ろにでけえ建物あるせいかわかんないけど、なんかちょっと圧迫感あるんだよね。はい、じゃあどこにしようかな。そしたら、あとはまあ橋とか、こっちの、あー、なるほどね。この辺とかいいかも。あ、ここ、あれ、ここ良くない。あ、ここ、待って、俺が立ってるところ、こうやって、ここ、これ、こうやってこうやって、こうやって作る、こうやって、バーって、あー、横にな、こうな横に、そう確かに。で、おしゃれな掲示板作れたらさ、なんかちょっとここにメッセージ貼りたくなるようなさ、デコレーション掲示板デコレーションな、デコトラみたいな。あれ懐かしくない、なんかさ、ポケモン青の救助隊やってた、おほら。あ、やってたよ。え、やってた、え、やってた、ほんとに。え、それめっちゃ嬉しいんだけど。それでも赤のヤッホーだったかな。あ、赤の救助隊か。なんか、確かあれ、DS とさ、ゲームボーイアドバンスみたいな感じで分かれてなかった。あ、そうだっけ。あ、そうかもしれない。俺はね、DS の青の救助隊やってた。俺の曲赤だったから、確かゲームボーイじゃなかったかな。ゲームアドバンス。そう SP とか、SP とか。あ、SP とか。あのね、ごめんなさい、これを見てる中学生の方多分分かりません。絶対分かる。絶対分かる。だって俺らが小学生の時やってたから、多分今の中学生は幼稚園生とかでしょ。絶対やってないね。やってないね。ということで今日は掲示板作っていきたいと思います。おはようございます。よし、じゃあちょっとまずはね、木材とかを取りに行こうかな。確かに、絶対木材使うからな。絶対木材。でもそれで言うと俺多く使いたいかも。なんかジャングルってちょっとさ、赤みがかってない。こんなとこに看板あったっけ。え、なに、どうしたん。いや、ドズボンザレジデンス、あ、邪神カズキタワクロスガーデンの下にダークオークの看板が。え、どれどれどれ、これ、え、どれ、こ、あ、こっち。あー、これか。あー、これね。31秒って刻まれてる。31秒。あれ、これあれじゃない、マグニーさんのアスレチックじゃない、これ。あー、あれ31秒でクリアしたの。え、マグニーさん、あれ31秒でクリアしてたね。それは俺だってさ、あれよ、ベッド置きまくってベッド置きまくってやっとクリアできたっていう、なんかもう1時間半ぐらいかかったから俺。一回31秒目指して一回やってみるやってみようか。じゃあ掲示板作ったらちょっと一回やってみようか。オッケー。じゃあこれ挑戦できるのは一人一回ね。一日一回やろうじゃん一日一回一日一回挑戦しようやだわ、俺絶対すぐ死ぬわ、やだわ。まあいいや、木材取る、木材普通に楽しみだもん。
それ大事。でも大原ワンチャン、ワンチャン大原さ29秒叩き出したよ。いけるかな、めちゃくちゃ頑張れば。でドヤ顔でマグニーさんの村に羽ね、そのにさ29秒っつって15秒とかね。10秒とかでいいよ、絶対クリアできんやんみたいな。ただの嘘書いてくる。いやそれは良くない。それはマジで良くないな。で僕ね、ドズボンさんのあの掲示板見てて、ちょっとバクるわけじゃないんですけど、はい、まあバクることになっちゃうんですけど、あの看板ご自由にお取りくださいシステム、あーあれいいよね。あれめちゃくちゃいいの。やっぱなんかいちいち看板作るのって大変だったりするじゃん。大変だね。やっぱ皆さんのね貴重なお時間をね、もうトップ YouTuber の方々の時給高いからね。時給換算すな。時給高いよ、時給もう急に縄の数百万いくよ。俺が早く寝る、俺が早く寝るんだ、俺が早く寝るんじゃ。夜、お前夜じゃねえのかこれ。全然寝れへんやないかい。全然寝れない、全然寝れない。でこれ大原がさワンタップで寝ちゃうんでしょ。はい寝てます、はい寝てます。はい俺の勝ちです。おはー。ねえなんでパクったの今。なんでパクったの今。もう今ね、今ちょっと脳を使わない挨拶しようと思ったらパクってしまった。よくないわ今のは。よくなかったな。いや大原の挨拶さ、なんかまだ定まってなくない。いや俺いっぱいあるよ、ゼロとか、うん、あのね、ライジングさんとか。いやそれだってボンさんじゃん。それボンさんじゃん、ライジングさん。いや俺後頭部にボンさん雇った時はそれできるから。なるほどね、ボンさんが憑依すると。そうそうそう、作るか。じゃあね、これ取り壊しちゃう、このまあそうね、この柵の部分は壊しちゃっていい気がする。もう全部壁になる感じだもんね。あちょっとあれ、俺小野陽子を取ってくるわ。てかここもどうにかしたいな。小野陽子はわしのの。あじゃあ清原のの。かそや。このさ、この落下システム、なんかしようか今後ね。ツタでも垂らしておきますか。ちょっとそれ汚くない。このアクセスが良すぎるのかな、あんまりよくないんだ。落下するだけで幸せになれるもん。2秒。おすごい、柱ができた。この柱に、柱にこれ、ツタ、ツタなの。いや、はしごでもつけようかなって。はしご。あのね、文明開化それは。ツタと何もかからんけどね。これはマジで世界変わるよこれ。ちなみにあの階段一体何のために作られてるのかっていう。じゃあこれさ、水いらなくない。そしたら、ま、水は取ってもいいかもね。水ちょっと、これ水埋めるだけじゃダメなの。いや埋めるだけでいいと思うよ。こうやってペタッつって、おーしよし。で、うわこれめっちゃ便利。いやマジで便利なんだけど。マジ革命が起きた、革命がどんどん近道ができていく。じゃあちょっとここら辺ちょっと撤去させていただいて一度ね、はい、よし。このなんか端っこのこの柱のなんかラインを合わせて作っちゃっていいんじゃないかなっていう。そうね、じゃあここの確かに。そしたらどうする、足場広げる感じにする、それともなんかもうここに1枚板がドーンってある感じする。1枚板、1枚板がいいかな、僕は。やっぱ分かりやすいし、こっちの。よし、じゃあ1枚で済めますか。なあ、あれ俺を原木で作っちゃってるけど大丈夫。あれ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 、色が違うぞ。あれちょっとこれなんだ、対立じゃないこれは。あーやってらんで、解散解散解散。やめだすぐ退散してくれよ。あーダメだ、あーなんで、めんどくさいめんどくさい。確かに、あじゃあ色合わせるってことね。まあ合わせなくてもね、あの俺らの画のぶつかり合いということで許される可能性もある。それやだわ。皆さんが誠心誠意さ持ってきていただけるのにさ。確かに色汚いなーって言われる。ダークオークの原木か、原木結構使ってんだよね。そうね、めちゃくちゃ使ってんだよその橋。原木の柱ばっかつけまくってるからね。下が全部原木でできてて、下の骨組みも全部ダークオークっていうね。ザッコーカ。じゃあまあ5マスぐらい上げてみますか。そうですね、じゃあちょっと1、2、3、4、5、よいしょ。あん、これでまあでもいい感じの大きさなんじゃない。はい、あはいはいはい、いいねいいね。でじゃあこれもね、もういっちゃいますよ。そしたらよいしょよいしょよいしょ。あなんだこれ。なんだこれ。いやこれ、いや、え、これなんならイカせんじゃね。え。例えばさ、こうやってやって、はい、ああなんか2枚に貼れますみたいな。
バン腹立つことにちょうど真ん中っていうのが2倍腹立つ。やっぱり僕うまくやった感じがする。天性のじゃあ天性のやっぱ才能があるわけよこれ。なるほどな。じゃあちょっとここ残しておきますか。そう残しこれね、けおジャングルで行くの。ジャングルの木材がね、うっとしいなこれやられると。うっとしいよ、やると二度とやらんわ。これ ね、いいね、ジャングルの木材が意外となんかコルク板みたいな感じして。あーほんとだ、俺個人的にね掲示板に使いたい派なんだよね。確かに、これめちゃくちゃいいね。そしたらさ、なんかちょっと屋根っぽいのものも作りたいな。そうだね、屋根っぽいものも必要だね。やっぱり人とは違うやつを作りましょうよ。人とは違うこう掲示板を。これは俺もね、これ掲示板作る時の大好きテクニック。何どうしたの。この下の部分に松のトラップだ。わあ、松のトラップドア好きだよね大原、本当に。これ全部開くの。これまあ開くけど、まあなんかちょっと下に押さえがあるよう感がね。はいはいはい、すごいな。おしゃれ。じゃあちょっと、じゃあ究極さん屋根担当いきますか。屋根これじゃダメなの。えこれダメなの。これどう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 、まあ、その配置にしたことによってさっき横に置いた原木が完全に消滅したけど。あ、じゃあ1番下げようかな、そしたら。おいいね、階段ブロック作りたいんだよ、使いたいんだよね普通に。そういうの大事だぜ。よしよしよし、最近俺のテンションがさ、うん、迷子って可能性があるんだよ。テンションが迷子どういうこと。いや俺の個人、俺今さ、そのありがたいこといろんなチャンネル出させてもらってるじゃん。確かにね、確かに大原いろんなところ財閥だよ、大原財閥だよこれ。財閥じゃんわ。だって住友不動産とか住友銀行とかもうさ、住友か大原かって言われてるからね、うん、超でけえじゃん。日本牛耳れるよそれ。そう日本牛耳ってんだよもう。そのせいでさ、うん、それぞれの動画全部で俺のテンションが違うって可能性があって。どれが本物なの。本物か。どれも本物ではあるけど。まあ確かにそれはそうね。キヨクラは、うん、あの学生時代の俺が出てきてる。あーでも確かにそんな感じだわ、うん、高校生の時の。そう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 、うん、でドズルさんとかカスさんのところは、はい、あの社交的な場での俺が出てくる。いやわかる、それめちゃくちゃわかる。なんかそのスタッフさんとかと会ったり、なんか社会人の方とかと会う時の大原が出てる。その外モードってやつだな。いやわかります、それめっちゃわかる。そうなんですよ大原さん、大原心がないんだよね、はい、なんてことあるわあるわボケ。あるかあるかあるか。俺のチャンネルが一番謎のポジションなんだよな。どういうこと。いや6、7割ぐらいは外モードでやってんだけど、うん、4割ぐらいは俺のチャンネルだし、はいはい、雑でいいかなみたいな感じがあって。まあそれがいいんじゃない。でも僕もやっぱりあのヒカキンさんの動画やっぱ好きでやっぱ見てるんだけど、あヒカキンさん、やっぱセイキンさんと喋ってる動画が僕一番好きなんだよね。ああ、なるほどね。なんか結構昔から言ってるんだよ、ね、ずっとそれ言ってる。なんかやっぱりなんかこう素が出てるというか、お兄ちゃんとしての、あ、お兄ちゃんね、弟としてのヒカキンさんが出てるわけよ。なんかはい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 。うわなんかダサいな、なんかこれ。わここね、奥でしょ、よいしょ。あの困った時にあの、はい、あれ OK って言われてるからね。ドラップドア、ランタン。あ、困った時のランタン、ランタン、ランタン便利だよ。個人的にネズアップデートでね、はいはい、あの追加される素材がね、またまたなんか建築でおしゃれになりそうなやつばっかあったから。おお、なるほど、すげえ楽しみではある。いいね、ネズアップデート早く来てほしいよね。ね、なんかなんか厚ぼったいなと思って。あ、クリーパーだ。え、ちょっと待って、クリーパー警察、こっち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 、ドツボンさんの。はぁ、確かにちょっとクリーパー、ジャン負け、ジャン負け、ジャン負け、バン、ジャン負けだよ。あのグーがベイクドポテトで、チョキがハサミで、そんな持ってないよ、そんな持ってない。じゃあ俺の勝ちだ。なんでやし。出さなきゃ負けだよ、最初はグー。じゃあ、棒立ちが、最初はグー、じゃんけんもんで、棒立ちがグー、ジャンプがパー、パー、これがチョキ、チョキ、体曲げてるしな。最初はグー、じゃんけんぽい。ほう。じゃあいきますよ、いきますよ。最初はグー、じゃんけん、
ほう。いくぞ、最初はグー、じゃんけん。俺の勝ちだ。負けた負けた、なんでだよ。じゃあそれ戦いに行くわ。ちょっと待って、ただ俺あの清原の斧だけはちょっと預かっててくれ。俺は素手で行く。俺は剣持ってるかい。ちょっと素手行くんちゃうんかい。剣作る、木の剣作ります、さすがに。任せろ、大原、俺が戦ってくる。清原さん、水の中で戦ってもいいんだな。あ、水の中で爆発させちゃえばいいんだよね。ドズボンハウス吹っ飛ばしたらそれこそ大変なことに。でもこれ水の中だったら大丈夫だよね。大丈夫。あ、俺ダメージ食らった。大丈夫、清家さんは無限だから。なんで、あ、水の中だったら壊れないけどダメージは受けるんだね。そう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 、あ、非常に勉強になりました、ありがとうございます。やばい、一つずつ勉強させていただいてね、えらい。おお、いい感じいい感じ。ちょっと待って、やりまっか。ちょ、このさ、焚き火置いたん誰？いや、置いてねえです。あんだこいつ。焚き火をね、もうちょっと見えるようにしたい。あれ、これって壊しても普通に焚き火で取れる？焚き火で取れるよ。なんかシルクタッチとかいらないんだ。そう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 。めっちゃシルク、ええ木炭やん。あれシルクタッチじゃない。シルクタッチなんて持ってないっすよ。じゃあ壊れますよ。くわー、俺の大事な。俺の温めておいた。俺の温めて、待って、あ、焚き火作れるわ。あー、ラッキーラッキーラッキー。でも結構お金かかるなこれ。原木をね、3つ使うんですよ。あー、いいね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 。大原が絶対嫌いそうだね、この焚き火。炎上させていくね。大原嫌いそうだな。あー、炎上、炎上症、あ、炎上症。これ逆でしょ。あ、でも逆に普通におしゃれだよ。沈下しとるか。で、ここに、じゃあちょっと間全部焚き火で埋めてもおしゃれそうだね。確かに確かに。でも、ね、原木めっちゃ使うよ。致し方なし。ちょっと大原パイセンお願いしていいですか。したら僕ご自由にお取りくださいとかいろいろ作りたい。オッケー。はい、こちらにね、はい、こちら、見えますでしょうか。何でも掲示板って書いてあります。ちょっと見にくいな。何でも掲示板、ちょっと高いな、高い、高くてあんま文字が見えないっていう、ちょっと事件。たっけーな、確かに。事件ありますね。ちょっとこれ良くないやん。これ壊します。ちょっと見えません。はい、はい、もうここに書きました、僕ぐらいになると思う。もう、バリアフリーを意識してます、僕は。ユニバーサルデザインよね。そしてですね、この辺に、チェストをね、置かせていただいて、ちょっとチェストを作ろう。はいはい、これ、ね、横の原木いらない説あるわ。いいんですよ。で、これで、ご自由にお使いくださいっていう感じで、ここにね、多くの看板、やっぱ多くの看板が一番見やすいよね。まあ、多くの看板でいいんじゃない。多くの看板をたくさんこうね、置かせていただいて。これ、あれじゃない、何でも掲示板清原党とか書いてこれカズさんの看板って思われちゃうんじゃない。あー、確かに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 。それは大変だ、それは。俺たちが名乗っちゃいけねえ、これは。確かに確かに、清原党書いておかないと。はい、こちら、清原党何でも掲示板というふうにさせていただきました。これで分かりやすかったね。分かりやすい。あ、そしたらじゃあもう皆さんの島にさ、掲示板作りましたので、何かご用の際はこちらにみたいな入れていいかもね。そうだね。はい、こちら、ご自由にどうぞ、清原島管理室という感じで、ここにたくさん看板がね入ってますね。ご自由に作ってくださいという感じでございます。じゃあ作業台をちょっと横に置いてあげようかな。確かに、もし何かのためにね、もしかしたら木があるみたいな人いるかもしれないから。確かに確かに。そしたらここギリまだ清原島です。木材のところは清原島。ギリ、はい、ギリ清原島。攻めるね。攻める。もうギリギリ攻めます私。この階段みたいなところまでギリだ。待って、俺らのさ、村もなんかかっこよくなってきたね。島かね、かっこよくなってきた。どん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 豪華になってきた。だって最初クレーターだったからね。じゃあ大原の挨拶聞けるかな。大原、あれあれあれ、寝ろよ。俺途中で起きちゃった。俺早い早い早い。途中で起きちゃったわ。大原の挨拶気になりすぎて。寝れない子供か。ああ、俺や、それ俺や。あれ、キヨさんパクるんすか。あれ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 。やっぱね、ボンさんからね、いただいたオファーはもう誰も譲りませんよという感じですよ。お、いい感じ。おー、マジで管理室さん買ったっけ俺なんて。
いや、管理室ありますよ、管理室ありますよ。ちょっと、キヨキヨさん。え？清原島じゃないんですか？違う。キヨになってますよ、これ。じゃあ、ごじってる、ごじってる。これは、あえての誤字です。は？あえての誤字です。一応ね、私、キヨキヨなんで、一応ね。ただ、やっぱ、カズさんは、やっぱ、キヨって言っていただけるんです。その相性なんですよ。相性。キヨキヨさんですよねってたまに言われるけどね、俺。キヨキヨさん、キヨキヨキヨもさ、あんまり俺耳悪いからあんま分かんねえんだよ。いや、俺も分かんない。キヨキヨって言ってもどうもさこちゃん、キヨキヨです。もう俺も分かんない。半分半分入ってるもん。文体で言われた時に気づくんだろう。そうそう、文だとね。じゃあちょっと皆さんのお家にさ、ちょっと入れてこうよ。あ、でも結構ドズボンさんと僕ら似てるかもしれないね。俺も作ってたよね。一緒やんこれ。じゃあここにね、じゃあここに、じゃあちょっと真ん中にね、失礼して、ドズボンさんにね、清原島に掲示板ができました。今後は掲示板までお願いします。バイキヨキヨハラと。いい、収まりがいい、収まりがいいのできました。はい、ちゃんとしてるし。いい、ね、じゃあちょっとマグニーさんとか行こう。ここにね、マグニーさんのね、マグニーさん拠点が、そうそう、あれはこの辺だったよね。この辺だった。まあこの辺にさ、ダーって並べたよね。そう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 。まあまあ一回ここら辺にしときますか。まあ一旦ね。はい、マグニーさんにもね、今日新たな掲示板ができましたと。よーし、完璧。次はじゃあ最後カズさんだ。カズさんですね。よし、ちょっとそしたらドズポンチャンネル登録ボタン。じゃあちょっとこの辺、ここに行きましょうかね。よいしょ、OK。 はい、カズさんワールドのね、清原島に掲示板ができましたと。今後掲示板でお願いします。ということで、これから機能します。この、いや、よかった。カズさんから見てどういう感じになるかな。カズさんたちがちょっと上がとんでもないことになってるよ。そう、あれも木にしたいね、全部ね。ね、あれ木にできたらかっこいいと思うよ。あの石の部分をさ、うん、一番上とか、はいはい、葉っぱに変えれば、葉っぱで囲めばさ、うわー、確かに巨大樹っぽくなるから。めちゃくちゃいいね。おー、そしていいね、なんかあれ様になってるよ。でもこれでもうなんかちゃんと誰でも飾れる。はい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 。わー、いいね、めちゃくちゃいい。でこれでよろしくお願いしますみたいな、文通できると。はい、じゃあ休暇さん、はい、例のやついきますか。今日のダイヤ占い。え、だよね。そう通り。あの、今日のダイヤ占いをね、こう忘れるんだよ。そう、誰も気づいてないけど、あ、ちょっとチェス。これね、投稿される時間がね、そう、夕方じゃん。はい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 。もう今日の占い、今日はもう半分終わってんだね。いいところに気づいたね。残り6時間ぐらいですから。勘のいいガキは嫌いだね。あのね、それ思うんすけど、明日の占いです。明日の、そう。だから今日のダイヤ占いって言いつつ、違うんですよ。明日のダイヤ占いって書いた方がいいね。いや、違うんですよ。清原は今日やるけど、みんなは明日みたいな。何言ってんだ。ややこしい、ややこしいの極み。はい、さあ、今日のダイヤ占いですね。ルールを確認すると、1日ですね、10マス掘ります。そしてダイヤが出たら、そのダイヤ全部、共有ボックスの中にね、寄付させていただくと、やっぱり、はい、そしてこのダイヤが出たら、明日皆さん良い1日になりますと。好きな人がいる人はもう告白されちゃうかもしれませんし、仕事でちょっと悩んでるなって人は明日解放されるかもしれませんし、そういったダイヤ。やめちまえ、やめちまえ。やめちまえはやばい。じゃあ私、わ、結構掘ってんね、俺らもね。言うてもう3,40ぐらい掘ったのかな。そうだね。じゃあそしたら掘っていきますか。まずは真ん中を掘っていきます。1,2,3サンマの塩焼き、ゴリラの肋骨、ナッパ、葉っぱ、腐った。そこ一番気に入ってないんだよな。豆腐。さあ、まずは真ん中は出ませんと。なるほどなるほど。あ、ただ両サイドを開けた先の、はい、両サイドの右側にもし見えたら、それはもう寄付なので、はい、はいはい。城原さん、左担当でよろしくお願いします。はい、よし、もうこれは数え、なんか大原、なんかナッパ、葉っぱ、腐った豆腐でなんか文句言ってなかった。
いや、ナッパ、ハッパのつながりが俺すげえ気に食わないんですよ。大原は何つってたっけ。いや、そう、数え方ですよ、俺知らん。ああ、そういうことナッパってさ、うん、まあ、葉っぱもんじゃないですか。ナッパと葉っぱを数えんの。ナッパと葉っぱ同じ味説。あ、ねえわ。あー、ない。まあ、ないが。あ、ただ鉄とかありますね。これを、まあ、お渡しますか。まあ、この辺は回収でいいんじゃない。ダイヤを一応、あの、はい、ダイヤだけか。ダイヤをお渡しするっていう感じなので。石炭や、石炭が出た。あるある。あの、1個見つけてその裏めっちゃ掘り進めたくなる。あるあるね。めっちゃ掘るやん。今それダイヤ出たから。めちゃくちゃある。めちゃくちゃあるね、謎ね。いいね。ダイヤはないか。ダイヤはなかった。いや、でもこれで出た時ちょっと感動じゃない。ついにだよ。そうだよ、ね。まだ未だにそのダイヤ自体は見てるけど、うん、この通路ではまだ見てないからね。そうなんだよ、そこで見たいよね。そこで見なきゃやっぱ意味ないからね。じゃあちょっと最後マグニーさんのちょっとやつ、一人一回だけ挑戦のやつやろうか。そしたら31秒超えたいな。さあ、ということで、アスレチック聞きましたけども、え、そっから31秒。こっから31秒だね。絶対無理だ。いけっかな。本当に無理。意味わかんない。意味わかんない。本当に。いや、俺クリアしようかな。ジョアルさん、で僕ストップウォッチ測っとくよ。あ、ありがとう。でもクリアできるかもわかんないけど、それで言うとクリア前提だからね。死んじゃうかも。それではジョアルさん、準備よろしいでしょうか。はい、いつでも。ジョアルさん、用意スタートって自分で言ってください。僕もスタートで押します。じゃあ、用意スタート。さあ、始まりました。さあ、始まりました。さあ、2秒経過。おお、早い。いいよ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 、早いよ。これ普通に早いな、大原。あれ？あれ、ワンチャン？あ、いべ、さよなら。14秒です。お疲れ様でした。大原も下行っちゃった。そこでもう14秒か。え、無理じゃね？飛ばさなきゃダメか。じゃあ俺も、じゃあ行きますよ。行きます。1、上まで行けるかどうかな。よーい、スタート。さあ、始まりました、キヨキヨさんの挑戦です。さあ、今どんぶりから見ておりますが、全然上がってこれません。多分落ちましたね、これ。落ちてません。お、生きてる。さあ、どんぶりの縁までたどり着くことができるのか。もう10秒は経過したんじゃないか。さあ、キヨキヨさんの姿を探せ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 。お、あ、出てきた。今、足場に乗っております。さあ、どんどん。ふざけんなよ。え、待って、え、これ31秒ってどういうこと。ちょっとガチ練習しようかな、俺。じゃあ、そのガチ練習は大原チャンネルで。そう、あのね、そう、カズさんからあの大原チャンネルでもなんかあげていいよっていうね風にいただいたので、ありがとうございます。そういうちょっとなんか、うん、なんかもうチャレンジ系のとかね、まだあげたら面白いんじゃない。なんか発展系とはまた違うけど、うん、まあ、なんかこういうミニゲーム系のやつを出していけたらなっていう。ということで、今日もですね、ご視聴ありがとうございました。はい、このですね、カズさんワールドの清原とは毎日18時30分に更新しておりますので、ぜひとも真ん中のボタンからチャンネル登録してね、明日も見ていただければな、嬉しいです。そして、動画の説明欄にはね、大原の YouTube チャンネルリンクございますので、大原最近ね、2万人突破してブイブイ言わせてますけど。ちょっと前か。ちょっと前だよ。ちょっと前だな。最近ではねえな。そう、ということでね、大原のね、チャンネルリンクも、ありますので見てみてください。そして周りにはね、再生リストパート1から最新回までの動画全部入ってますんで、まだ見てない動画あるから、そちらもチェックよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。